はいどうもこんにちは、カジマックです。前回、前々回と車の中で快適 YouTube っていう題名で FM トランスミッターとね、この新しく買った Bluetooth スピーカーこれをね、比べてみたりとかね、商品紹介の動画撮ってみたんですけども、ちょっとね、やり足りないことがあったりとか、これをね、5日間使ってみてね、新たに感じたこととかね、気づいたことありましたんでね、それを今回はまとめてみたいと思います。っていうにはね、ちょっとボリュームはあるんですけども、結構ね、気づいたのってね、細かいことなんですね。でもね、こういう機器ってね、ちょっとした細かいことがね、気に入る原因になったりとか、気に入らない原因になったりすることがあるので、気づいたことをね、全部やってみたいと思います。で、中にはね、iOS にはできて、Android にはできないこととか、その逆もあるのでね、そういうところもね、見ていきたいと思います。はい、それではね、いろいろやってみたいと思います。前回やり忘れたことなんですけども、Bluetooth 特有の無音時のね、雑音、ノイズですね。と、あとね、遅延。このあたりをね、見ていきたいと思います。まずね、無音時のノイズなんですけどね、その前にね、このプラスボタン、これをね、ずっと押していくとね、この音、これがね、最大音量に達したっていう音なんですね。で、今ね、最大音量です。ネクサス7とペアリングされてます。どうですかね。確かにね、この辺りまでね、耳を近づけてみると、さーっていう音は鳴るんですけど、ほとんどないと言ってもね、過言じゃないぐらいね、無音時のね、ノイズは少ないです。で、次にね、音の遅延どれぐらいのものかを見ていきたいと思います。FM トランスミッターはね、よーく気にしてみると、やはりね、少し遅延あったと思うんですね。今日はね、これをご紹介したいと思います。今日ご紹介するのは iBean さんの NEXUS72012 年用のケース。はい、それではね、このね、MX 動画プレイヤーで、ちょっとね、僕の動画をね、再生してみたいと思います。それで今回のね、NEXUS7 の保護フィルム貼り替えようと思ってね、探してたんです。そしたらね、すごく安いケースがあったんでね、ケースを買っちゃいました。どうですかね。僕はね、あんまり気にならないと思います。はい。で、今ね、使ってたね、MX 動画プレイヤーっていうアプリなんですけどね、このアプリに関してはね、このね、本体のね、送りボタンと戻しボタンがね、使えるんです。ちょっとやってみますね。はい。このね、送りボタンね、押してみますね。もう一度押してみます。今度ね、戻してみますね。送りボタンも戻しボタンもしっかり使えます。でね、この真ん中の機能ボタン、これを押すとね、ちゃんと一時停止になるんです。この一時停止使えるのってね、慌てて音止めたい時とかね、結構ね、便利だと思います。で、今の機能ね、実はね、YouTube でも使えるんです。でね、送りボタンはね、さすがに使えなかったんですけどね、この一時停止ボタン押してみます。はい、止まりました。これね、結構ね、便利ですよね。はい、で、次にね、iPad mini、iOS の方ね、この YouTube アプリ立ち上げてみます。でね、再生しますね。でね、残念ながらね、こっちはね、一時停止ね、できないんです。はい、ちょっとね、細かいことなんですけどね、この一時停止結構便利だと思うんで、Android にはできてね、iOS にできないっていうね、この点はね、評価がね、分かれるとこだと思います。はい、で、今度はね、Android にはできないんだけども、iOS でね、できることがね、一つあるんです。前回このスピーカー8時間ぐらい駆動するんだけども、どこにもね、バッテリーのインジケーターがついてないんでね、すごくわかりにくいっていうお話したんですけどね、やはりね、本体でね、確認することできないみたいなんです。で、こいつのバッテリー残量なんですけどもね、実はね、iOS にだけね、表示されてるんです。これ、見えますかね？この 94% じゃないですよ。その横にあるね、Bluetooth マークのね、右側にね、電池マークがあると思うんですけど、これがね、このスピーカーの電池残量を表してます。でもね、これね、正直ね、めちゃめちゃ小さくてね、見えにくいんでね、使えない。はい、それでは最後にこの Bluetooth スピーカー、見通しのいいところならね、10メートルぐらいね、接続切れないらしいんです。そのあたりね、普通のうちの中ではね、どうなのかね、検証してみたいと思います。はい、今ね、2階のね、リビングに来ました。いつも動画撮ってる部屋ね、3階にあるんです。ここでね、音楽を再生して、このままね、この Bluetooth スピーカー3階へ持っていきたいと思います。一回ね、電源落としてみます。で、もう一度ね、電源入れてみたいと思います。全然いけてますね。はい、こんな感じでね、2階と3階ぐらいならね、Bluetooth 切れずにね、音楽聞こえました。ただね、うち木造なんでね、参考程度の検証だと思ってください。で、今週ね、5日間使ってみた感想なんですけど、これね、8時間持つって書いてあったんですけどね、なんかね、それ以上持ってるような気がします。この5日間でね、フル充電したの1日だけなんです。で、これ当たり前のことなんですけども、FM トランスミッターの場合ね、よその電波がね、割り込んできてね、聴きたくない音楽がね、急にガンガン鳴ることとかあるんですね。そのあたりね、こいつではそういうことがないので、音源としてはね、こっちの方が良かったです。で、車の中で使うことだけ考えるとね、スピーカーの置き場所であるとか、その向きとかによってね、聞こえが変わってきたりするんでね、そのあたりは FM トランスミッターの方がいいかもしれません。なんでね、もしかしたらね、僕がね、迷ってたね、こういうスピーカー。ひょっとしたらこういうスピーカーの方がね、これに比べてね、どこに置いても同じように聞こえるのかもしれません。でもただね、僕はね、今回これにして大正解でした。でね、大事に使っていきたいところなんですけどね、このボディね、指紋もつきやすいというお話したんですけど、実はね、傷も結構つきやすいんです。でもね、値段も安いんで、神経質に丁寧に扱うよりは、カバンの中掘り込んでね、あちこち持っていってね、使いたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマックでした。前に紹介したね、このスライムのね、クリーナーで拭くとね、結構綺麗になります。ハンズフリー機能やるの忘れてました。